私たち養護施設出身なの。だから母さんとの思い出あんまなくて、社会に出てからも虐待通ってまともじゃねえんだなって思わされた。バカにされて悔しくねえのか。俺たちは俺たちだろ、関係ねえ。あなたきっと悲しい思いをしてきた、たくさん苦しい思いもしてきた。俺たちより大切な事情ってなんだよ。もう会わない方がいいんじゃねえの。もういい、私一人で探すから。いろんな人と出会いました。不安や孤独から抜け出せないでいる人にも、みんながみんなに受け入れられなくてもいいと思う。そんな一人を応援したい。どんな状況でも夢に向かって頑張れるって。